リンディスファーンの福音書より、マタイによる福音書のジョページリンディスファーンの福音書は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる福音書からなる手書きのラテンを装飾写本である。ノーサンブリアの聖域であった、リンディスファーン修道院で7世紀末から8世紀初頭にかけて制作され、リンディスファーン市教座がダラムに移転した後は同地に長年保管されていた。 ヒベルのサクソンアートもしくはインシュラーアートと呼ばれるアングロサクソン様式とケルト様式が融合した英国特有の宗教芸術における最高傑作の一つとみなされている。ダローの書、ケルズの書と共に三大ケルト装飾写本の一つとされている。現存する原本の保存状態が約1300年前に制作された写本としては他に、 例を見ないほど良好であることで知られ、8世紀当時に施されていた想定は長い歴史の中で失われたものの、テキスト本体の部分は制作当時の完全な状態が保たれたまま今日まで至っている。現在原本は大英図書館が所蔵しているが、ダラム大聖堂の保管書には福音書の副写版が保管されており、聖堂の訪問者はそれを閲覧することができる。 リンディスファーンの福音書は698年にリンディスファーン主教となり721年に亡くなった修道僧イードフリスによって筆者、装飾が行われエシルワールドが製本したと伝えられている。今日の研究では製作年代は715年頃で生活バートのチェルタールストリートへの移送を記念して作られたと考えられている。福音書は 挿絵や装飾がふんだんに施されたインシュラー体で描かれており、8世紀当時は宝石と貴金属に覆われた上質な革で想定されていた。リンデスファーにバイキングが上陸した時期にその想定は失われ、1852年に製本し直された。10世紀にこの福音書の声語訳がなされた。チェスターールストリートの主席司祭。 アルドレットによってラテン語の行間に畜語的な注釈が付けられたのである。これが英国初の英訳福音書となった。福音書はヘンリー・パッセイの命令による修道院の解散時にダラム大聖堂から持ち出され、17世紀初頭に英国議会の初期官、トーマス・ウォーカーからロバート・コットンの手に渡り、18世紀には大英博物館に収められ、さらにそこから、 ロンドンの大英図書館に移された。カーペットページの一例各福音書の間には、抽象文様で埋め尽くされたページが配されている。このページは、カーペットページと呼ばれている。また、各福音書の冒頭部分に、華やかな装飾が施されたイニシャルが描かれ、その後に本文が続くような形式になっている。各章の最終節は、赤いインクで書かれており、 それに続く、新たなイニシャル装飾部分から辞書が始まる目印となるようにデザインされていた。イニシャル文字の周囲や内側には、ケルト的な線による装飾がなされている。線は複雑に絡み合い、その終端部分には鳥や動物をかたどった装飾で結ばれているのがしばしば見受けられる。デフォルメされた鳥は特に好んで用いられたモチーフである。 イニッシャル文字を含む冒頭の数文字の周囲を小さな赤いドットが取り囲んでいるのもこの福音書の特徴として挙げられる。ルーフブリケーションはイニシャルを取り囲むばかりでなく、それ自体も文様を描き出していた。彩色には顔料が用いられた。動物や鳥、幾何学文様、花文様などのモチーフは明るい矢を緑、 赤で彩られ、ピンクや紫による陰影が施された。金は用いられなかったが、鮮やかな黄色により装飾に彩りが添えられた。イングランドの北東部に、福音書の原本を保管すべきだという運動が展開されているが、大英図書館の強硬な反対を受けている。ダラム大聖堂、リンディスファーン、入ッするアポンタインやサンダーランドの博物館などを、 含む数箇所が収容場所として検討されている。翻訳元翻訳元。ありがとうございます。